来は彼らの抹殺だ。依頼主は他ならぬこの兵士たちを配下に置いていた将軍、口封じのために自分の部下を殺せということだ。ターゲットの情報は端末の写真で確認してくれ。これでどうだカズ、クライアントからの報酬以上だろう。録音はした、目的達成だ。ここを出るぞ。捕虜たちをマザーベースに回収する。ランデブーポイントを設定しよう。川を下った先に高台がある。ここにヘリを送る。子供たちを誘導してくれ。いいか、子供は殺すな。それだけはダメだ。洞窟を出たら左だ。沼地を抜けて川沿いに下流へ進め。ターゲット回収。これで全員か。状況開始。よし、目的を達成。このままマザーベースへ帰投してくれ。ターゲットを護送するんだ。
うするつもりだ、ボス。戦闘経験はかなり積んでる。鍛えれば役に立つだろう。子供は嫌いだ。特に銃をぶっ放す奴ら。ああ、どうだ、使えるだろう。いや、使えないな。まるで使えない。ボス、上から見えたか。居住区を増設した。俺たちとは住む場所を分けるようにした。スタッフにも数えん。じゃあ学校でも作るか。読み書きと簡単な仕事くらいは教える。銃を撃つだけじゃない、本当の人生ってやつか。銃を撃つのは俺たちの仕事だ。子供は俺たちとは暮らせん。3R 社が絡んでいる。ミッションの詳細は端末で確認してくれ。